ドイツ戦に続き、ヨーロッパの難敵を撃破。森スジャパンは充実の代表シリーズを終えた。動画、トルコを撃沈させた豪快弾。電光石火の連携から決めた中村の一撃を見る現地9月12日にベルギーの変区で行われた親善試合で日本代表はトルコ代表と対戦。 今月9日の4-1で衝撃的な干渉を収めたドイツ戦から先発10人を入れ替えるフレッシュな布人で挑み、4-2と解消した。立ち上がりの15分に伊藤敦木の豪快なミドルシュートで幸先よく先制した日本は、中村慶との2ゴールで3対0と前半のうちに相手を突き放す。その後、1点差まで迫られたサムライブルーだったが、 遠藤渡や伊藤淳やら途中出場メンバーがしっかりと流れを引き戻すと、78分に伊藤がダメ押しの1点を PK で決めた。2失点こそしたが、ドイツ戦に続く4得点は日本の成長ぶりを感じさせる。ゆえに欧州メディアでも侍たちの躍動はクローズアップされている。ドイツの放送局、スポーツワン、は、ハンジフリックの運命を決めた日本は、 またしても1人のの監督の運命を変えようと、しているとトルコを率いるドイツ人のステファン・クンツ監督にささやかれる解任説を強調。その上で、ヘンクでのテストマッチによってクンツへの批判はさらに大きなものとなった。それはくしくもドイツと同様に指揮官への懐疑論を裏付けるものになったのだ、と皮肉交じりにレポートした。また、トルコ氏、ミリイットは、この日本戦は、実に不快だ。 と強調。会場に集まったサポーターたちが、クンツは家に帰れ。と書かれたバナーが掲げられたことも紹介した上で、壊滅的な影響を与えた日本によってフリックは更迭された。クンツもそうなるかもしれない。会場ではファンからブーイングや指笛が鳴らされ、チームは深刻な批判を受けた、と殺伐とした雰囲気を紹介している。またしても、ヨーロッパの難敵を打ち破った日本。 その存在感は今までよりも強まっている。文、構成、ここからネクスト編集部。